レッツラゴー。レッ,ゴーレッツラゴー。はい、ランダム白部屋ですね。ランダム白部屋。まあ、まあ。レッツラ人狼。スタートです。身分を。レッツラ人狼ですね。夜が来ました。目を閉じてください。 よろしくと。なんか出る。なんか出る。接続切れやだな、これ。狂人にやってもらいたいな。頑張ろう。せやな。さあ、囲ってくれ。狂人さん。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。 8番のプレイヤーは発言してくださいはい皆さんおはようございます有馬か井ゼニアタと申します皆さん頑張りましょう新用途特にございません村人陣営でした一番最初なのでお決まりのやつを何個か進行論ですね一つ目、えー、この村にいらっしゃる僕を含めたハンターの皆さんハンターの皆さん 奇数では空砲偶数では発砲する進行を取っていきましょう。これが一番高い進行となります2点目、考察をする際、黒い白い釣り位置上げていくと思いますが、理由付けと順番付け、これらをつけていくことで考察の幅が広がり、どの人がどういう視点を持っているのかが整理しやすくなります。うこういう考察をしてくれると嬉しいなと思っています。ガイドさんみたいな喋り方だ。そして最後に 柱発言、僕は嫌いです。視点がごっちゃになるのでやめていただきたいなと思います。二周目頑張りましょう。色付け、柱。九、はいはい、番のプレイヤーは発言してください。 一二パッション、二二パッション、三4がなくて五二パッション、人狼札は奥が深くて甘酸っぱいはいどうも九番クエンさんですお願いします挨拶いいね使用とは特にありません村人陣営でした挨拶いいね8番さんの印象について述べていきます話し方は落ち着いていて、うん、すごく好感を持ってたというか、まあ、白黒はつけれないですが、うん、落ち着いてリラックスしているのかなといった印象を受けました、うん、でも発言内容に関してハンターさんは、えー、奇数の時は空砲、偶数の時は発砲だっけ うん、俺ね、ハンターさんはね、打つっていうスタンスをね、誇示してた方が強いと思ってて、なんでかっていうと、噛もうとしても噛めない時もあれば、打ってほしいから噛むところもあるじゃないですか、だから打たないって公言してるハンターは全然怖くないと思うんですよね、大神目線で。打たないとハンターさん、上手くなんないし、全然打ってもらって、俺は構まわないと思います。 八幡さんのあれとは違うけどね。別に打ちたいければどんどん打てばいいし、怪しいなって思ったら打てばいいと俺は思ってるかな。だ,<け>だから奇数とか偶数だからとかではなく、俺はそう思ってる。<こ>あと、他に進行論か。うん、初日は俺、LINE 考察は発言よりも投票の方が色濃く出るかなと思っていて、投票に注視していきたいなと思ってるかな。理由をつけることが大事。リえっ、ー、と、2人以上上げないでっていう人もいるけど、俺は2人以上上げてもらっても全然いいと思う。 正しい理由付けがしっかりしていればっていう前提の上でね2週目頑張ります、うん、以上です、えー、8番は白黒つけないけどリラックスしてたからもしかしたら村寄りなのかなって思ってます1番のプレイヤーはプレイヤーに加減してください加減、うん、してください 1> 1はございます、ね、8番さんと9番さんの発言そうです、ね、8番さんは9番さんも言ってましたまあ落ち着いてて、うん、進行論をいろいろ述べてくれました覚えづらいなとかねする 色をつけ方は理由が重要ととかいいと思い思ます印象で言えばいいと思います。9番さんはファッション重要8番さんとはなんか感覚がだいぶ違うけど、まあこれはこれでなんか印象が良かったですね。うん。ハンターについての考え方はまあそうですね、それぞれある。まあでも私はどっちかって言ったら8番さんよりの考え方を持ってます。うん。まあでもそうですね。 匂わすのも人狼牽制としてはまあ、意味としては大きいかもしれません。そうですね。まあ2週目、この2人は期待ができるなって感じはしております。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。えー、役所あります。占い師でした。ランダムで占われて8番さん白でした。ということでできたらね。左側に出して欲しかったっていうところで、うん、まあしょうがない。8番です。 白です、すで9番さんもね、結構、うん、結構自分の意見しっかり言ってて、うんまあ、ハンターとかも考えが違っても、うん、結構、うん、村っぽいかなと思って、うんハ、ハンターはそうやね、別に見つかさない方がいいですね、打つ、打たないは。俺、うん、もそう思います。うん、9も結構白いなと思って、8、9は、うん、白で置いてます、まあ。8は占いであれなんでね、で1番さんは、まあ、特に精査はつかんないですね。なんとなく8番、9番の発言を整理したって感じですね。 うんまあ二周目以降多分対抗出てくると思うんですよね。うん強人かうんはい以上です。三番のプレイヤーは発言してください。さいなんで対抗で出てくるのが強人確定なんですかね。めちゃくちゃ印象悪いですね。八番さんは白で置いてますとかいう発言も出るしっていう感じなんですけど、まあ二番さんとりあえず置いといて八番さん九番さん一番さんに触れると白い順だったら九八一ですかね。 えっと黒要素は全員見つかってないんですけど、8番さん、9番さん、進行論なんだよね。けど、9番さんの方が自分の気持ちを強く持って、なんか村に進行論を提示してたと思ってる。うん、ハンターの考えに、なんかパッションになっちゃうかもしれないけど、まあ自分もパッション大事だと思ってるんで、まあ、9番さんねの,、うん、の方が進行論を村に提示するパッションがあったと思ってる。うん、8番さんはお決まりですがっていう、なぞってるだけだと思ってた。うん、まあそれは黒要素にならないんですけど、8、九で見たら9番さんの方が白いと思ってる。うん、<laughs> はい。 1>, でまあ、1番さんも黒さ拾えてないんだけど、印象いい印象いいで終わった。うんとね、黒さ拾えてないんで、白い順に981です。以上。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。えー、村人営出ました。うん、特にしようありません。えー、っと、まず8番さんが片白、まあ、ってことで、まあ、2番さんが言ってた。 その3番さんに同調っていうことになっちゃうんですけどやっぱり、まあ、占いに強人が出るっていう考えがちょっとまだ分かんないじゃないですかやっぱ人狼出るかもしれないし強人が出るかもしれないっていうのをまあそこで強人が出るっていうのを決めつけちゃってる2番さん はちょっとまあこれから対抗出るかもしれないんですがまあ今のところあんまり印象は良くないですね、うん、まあ89138、まあ、番はかざしろって考えたらまあ今のところ9番さんはやっぱり意見がちょっとまあ濃いっていうかまあ自分の意見ちゃんと言ってたんでまあ今のところで言ったら9番さんはちょっと白っぽいかなと思います、ね、以上です5番のプレイヤーは発言してください うんはい、はい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 どうした何、はい、だうーんなるほどなるほどうん <music> 6番のプレイヤーは発言してくださいは いや、お前、な、なんなんだ、お前、話じゃなかったよね。あの、4番さんが圧倒的に便乗しかしなくて、釣り位置だって言いたかったんですけど、いや、5番さん、これ、リアキョウかちょっとしっかり喋ってくれよ、頼む。え、でも、回数やってるから、リアキョウって、えっとね、この部屋は、えっと、塩とかは、あの、なんだっけ、高頭でしたよね。えっと、これ、 俺占い出た方がいいんじゃないかなーって思ってるんだけどうん出た方がいいよね皆さんそれについてちょっとあの考えてほしいっていうのねでそうね893は絶対釣り位置じゃないで1もちょっと薄いかなと思ってたけど45がひどすぎてまあ、釣り位置45になってくるわけだが、うん、役職なら行ってくれって感じもうで役職どうするこれ7番 のプレイヤーは発言してください1にパッション2にパッション3種もパッション5にパッション人狼札は甘酸っぱーいということでね9番さんパッション陣営3番さんもパッション陣営同じ、うん、僕もねパッション陣営なんだよねうんで僕塩ないのね僕塩ない だからもうこれフルオープンでいいんじゃないフルオープンしようえ、いいよね僕、狩人ね。狩人僕は狩人です。フルオープンでいいと思ってるよ。このチャット使用禁止だから、一周目潜伏してましたとか。そやめてね、それ。うん。で、だけど、えっと、2番さんこれもし、あれね。占い師、シーン確定ね。で、 5番さんだけどどうしたのかなチャットですいませんって言ってて言たけどねうんそれはちょっと気になったけどあと4番さんについて4番さんも薄いっていうのはこれ6番さんが把握指摘していたけども、うん、これについてはおおむね同意です4番さんと5番さんの発言もしくはえ役職しよう僕カリ彼ドだからね、まあ、ハンターさんにももう出ちゃっていいと思うんだうんで8番さん確定しろでいいと思ってるよどうだろうか4番さん5番さんを現状釣りたいかな うん、あのー、僕最後だからね7番最後の位置にいるからこの村まとめていけたらいいかなっていうそういう風に思ってる8番のプレイヤーは発言してくださいまあ平和村なんで FO でいいでしょう S 村ですよろしくお願いいたしますえー、7番さんえっ、ー、と殴りたくないんですか自分ちょっといいですか7番さんなんで僕が隠し城になるんですか FO になっっててる現状って 8、9、1あたりが強靱位置になりますよね。僕にその懸念を一切しなかったところ、7番さん、どうしたのかな、君が本当に強靱かとか思いました。平、え、野、ー、村でのフルオープンにおいて、えー、っと役を出す状態での CEO って、そこまでムラリが高くないと思っているんですよ。役ありで良かったのに、自信満々に彼で出てきたんだよな。 なんか強授め高いのかな自分の対抗がいることを知ってんのかなってちょっと感じました。違かったらごめんなさい。グレー制裁いきます、えー、9番さん、まあ、番さんハンターについてはまあ分かりませんでしたが、僕とは意見は。えー、とそうですね打つ姿勢っていう意味ではなんとなく分かりました。パッションだなって思いました。1番さんは、まあ、つそのでつける 印象と9、1は今のところ釣り位置じゃないです。発言しないと分かんない。で、このルール、報道しようのみなので、後半に1枚を貯めたいです。そうですね、僕はやっぱ4、5になっちゃうのかなと思うんだよない。4、5になっちゃうと思う。うん、4、5になるような。5番さん発言してない。すいませんって言ったんだから、用事がなんかできたとか、電話とかだったんじゃないかなって思ってるけど、で4番さんはもうガチ便乗だし、8が片しろみたいな話が出たね。 うん、まだ片白とかじゃないんだけどなっていうふうには思う、うん。ツッコミね、使い古されてるけど、4番さんには当てはまるような気がする。2番さんへのツッコミ方もね、3の便乗かなと思ってます。4は黒く見ていて釣りたい役なら出てほしいな。現状4号で上げておきます。36についても2周目かなって思う。フラットです。9番のプレイヤーは 発言してください、はいは僕がカリードです。僕がカリードです。7番さん、偽です。7番さん、偽です。ワンチャンハンターっていうのもあるのかなわからんけど。スイッチしたかったとか,、うん、か。だとしたらごめんなさい。僕がカリードです。7番さんは偽です。はい。うん、まあ、8番さんがほとんど言ってくれたんだよね。7番さんに対しては。それ、その精査の。うん 偽でいいいんじゃないかなかって思るでみんな4号釣り位置って言ってるけど釣り位置で言ったら5の方が釣り位置じゃないかなって思ってる、うん、4号、確かに4番さん、えっとね、5番と同列に語るのはかわいそうだなと思った455時点で4でしょ5番さんはなんか用事かなんか話してたんじゃないので今日の釣りね、うん、正直口頭仕様だけだから7番差がハンターだったら2趣味いってほしい、うんうん、スイッチ狙いだったら申し訳ないって感じ うんだけど、七番さんが狩りうどって言い張るんだったら、んで、村目線どっちがシンカリかっていうのは分かんないよね。だったらグレー詰めになるのかな。個人的には七から言ってほしいけど、グレーでいくのかな。そしたら二周目、五番さんが一周目と同等だったら五番に入れる。で、四番さんに言いたいのは、なんかあれでしょあの、声色正さって部分じゃないの俺結構声色精査で四番さんは怪しいと思った。まあって言葉が多かったりとか、結構声が震えてる印象があったかな。 4番さんはなんか何かを隠してる狼がオオカミなのかなと思った。から4番は怪しいと思う。でも釣り位置でいったら5番。怪しいと思ったのは4番。黒いと思ったのが4番ね。うん。んかな。1、3、6。で、7番さんが言ったら8番。隠しろはそんなおかしいことじゃないんじゃないの8番さん隠しろだとしても2しか出てないからでしょ。隠しろだとしても強人名はあるよってことでしょ。あと、8、9、1、 それは自分が強じんなのかなと思った8番さん。1番のプレイヤーは発言してください。7番さんの8番さんに対しての隠しはおかしいと思わないまて現状にしか出てないのあもう2信で置くんじゃないの、うん、普通だって思ったでそうますね皆さんも言ってますが、5番さんは全く発言しなかった。 だからなぁ完全釣り位置の第一候補としてはまず5番さんでまあ、4番さんは発言がうずかったという意味ではあまで候補は、まあ、2つ上げるのはいいと思うもし45どっちかえー、っとまあ逆持ちとかだったらもう一つしか釣り位置上げてなかったらもうその人釣れないってなっちゃったら他どうするのってことになるから、まあ、大体 2, 2つないしは3つぐらいは上げてもいいで現状7級が狩人なんだけどこれ口頭でしか使用できないからもしかしたら7番さん違う可能性もあるから7番 最後までちょっと判断つかないんだよな、960さ、うんーサーは。ツリー置だったらもう今日はグレーだったら四5番さんには2周目はちゃんと発言してもらいたいところ。2>, うん、2番。2> のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、もうツリー置はもうなんか5番っていう感じの流れですので、ね、まあそこはもういいです。で 4, まあ、4番さんはまあ正直ね、まあ1週目なんて印象分が大きいんで、まだちょっと、うんうん、黒っぽいかなとは思うけど、まだ、うーん。 クローターは決めつけないで、フラ冷静に見たいと思います。うん、で、7級の狩人の精査なんですけど、うん、7番さんがね、もし、うん強、強人なら出てきますよね、普通に寄らない人,、うん、だから人。あって人、人狼か村人か、狩人かどっちかって感じですかね。うんうん、正直ね、2周目くるまで分かんないですけど、で、まあ、あと6番の 7番が発言する前に平和村のことをちょっと、まあ、言ってたんですけど村人でも言うかもしれないけどちょっと気になりましたとりあえず5番いきたいと思います以上 3>, 3番のプレイヤーは発言してください,ださい7番さんスイッチじゃないですか <laughs> 7番さんスイッチじゃないですか <laughs> どうでもいいですけどどっちにか,かりつらないんで今日えー、っとね5番さん占いのあれもあるよねワンチャンワンチャンあるよねうん2番さんの発言がなんか 若干弱い気がするんだよね。もうちょい強気でいってもいいんじゃないかなって思う。も <laughs> ういいんだけどね、5番さんが裏 <laughs> い出なかったら2番さん死に確定なんで。4番さん、<laughs> 便乗は便乗、まあ、丸便乗だったんだけど、うん、8、9、1、3みたいなグレー精査するときに口でなぞってたのが、自分、人狼で昔よくやってたなっていう感じがあって、4番さん、めちゃくちゃ印象悪かったんですよね。3、うん、1、4、5ですね。どっちみち。5番さん、発言2周目しかないんですけど。 えっと、うん、逆あったら出て教えてくれ、うん。どうなんだろうね。二郎一って考えると、四番さんがそこのなぞり方によって、一番さんかなって思う、うん。自分ハンターじゃないんで、ハンターはちゃんと出てください。うん、<laughs> うーん、どうだろう。四番さんの次の発言がめちゃくちゃ気になる。六番さん、そこまで黒くは見えなかった。 うんと村要素は拾えてないけどね出た方がいい出た方がいいしか言ってないツリーチ4号はもうマットなんだよね4号が村だったらえっ、ー、と頑張ってくれないと6番さんが色が普通に隠れる4号ツリーチに持ってくれば普通に黒要素にならないら、うん、っていうぐらいですかねえっ、ー、と7級が狩りで狩り,狩りならセイさんも明日でいいんじゃないですか2番さん <laughs> っていうぐらいですかねえっ、ー、と4番さん発言頑張ってください4番のプレイヤーは 発言してくれんしてください。いや、待って、これってさ、あ炙り出されとるってこと？まあまあ使用するけど、あ僕がカリカリです。<laughs> <は>えー、まあ、なんか、まあ、7番さんは、まあ、ハンターと見ても、まあ、9番さん出たってことは、もう強靭で、まあ、七、まあ、番さんがハンターっていう、まあ、予想もつけて。 できてるって感じがもうなんか強人っぽくてもう狩りをあぶり,り出そうとしてるなっていうのにもしか見えないからそうですねまあ僕が狩りだよっていうことだけなんですけどまあ別に、まあ、今今日は強人つってもまあ意味ないんで、まあ、黒釣りたいんでまあ僕釣られるぐらいやったら5番3釣りを押します五5番のプレイヤーは 発言してください大変申し訳ございませんでした。ちょっと急に仕事の電話が来てしまってであの、すみませんというチャットを打ってました。ごめんなさい。まあ、あんまりだらだら謝ってるとこ言っても時間の戻りい,い,い,、ね、い時間に大変だね、えっと。ごめんなさい。把握してなかったら申し訳ないですが、2番さんが。 1>, 占い師1人だけ出てて、えっと、8番さんはし白っていう感じですね、今の番だと、2占い師で8番白で、974、うん、九七四で今、狩人とか出てるっていう状態ですね、はい、4番さんに関してなんですけれども、なぜ9番さんを完全に強人ロックしていて、7番さんをハンターでロックしているんでしょうかっていうところですね、えっと、6番さんでハンターの可能性もあるのにもかかわらず、えっと、プラスして4番さんは今日強靭を釣る盤面ではないというところで、えっと、97、えー、どちらも分からないですけれども、ここにローもいる可能性もありますね。うん で出ない可能性もあります。うん、そこで4番さんが強人を今日はつる場面ではないと言っているところですよね、4番さん目線って今、97で対抗で出てるわけですよね、そしたらばどこかに陣外、強人または黒がいる可能性も全然追えるんじゃないですか。うん、これ対抗の2 えっと、番4番九、ね、だけだった,りしたらマジかよし、えっと、これ今、占い師が確実に1人しか出てないので、えっと、狂人を見てあのグレーから詰めるっていうのは分かるんですけど四4番さんの目線で7番さんもえっとまだ狩人と出てる段階で、えっと、ここでグレーに詰めに行くっていうところの発言はかなりおかしかったかなっていうふうには思います。<laughs> おいか確実に連れてかったん番さ俺てなるのは分かるんですけど四4番さんが進化にならば、えっと、なおさら九7九7に返して押すべきじゃないのかな っっっててて思ったところはは番さんのシンカリ目線はかなり下がってきていますプラス4番さんは、えっとまあえっと、67ちょっと発言聞けてないんで申し訳ない8番さんの途中からしか聞けなかったんですけどかなりヘイトを向けられている段階での4番さんのチャボイスチャットでの借り度使用ここがさらに、えっと、ちょっと怪しいところかなって思います俺は今日4行っていいんじゃないかなシンカリの意味ない気がする6番のプレイヤーは発言してください<言>まず5番さん話してくれてありがとう助かりました結構話せる人なんで まあ、助かったです。で、うん、えっと、そうだね。フルオープンでいいです。えー、私、ハンターでございます。ロックマンベれぞロのハンターでございます。でね、えー、っと、そうなんだよ。あの、あ,あとね、5番さんね、ここね、チャット、初日はチャットでのし、初日だけだっけあれ、ごめん、俺ルール忘れた。えー、っとね、チャットなしなんだよね。チャット仕様なし。だから、喋るのは当然なんだけど、それでも、4番が二戦目、高いよね。えー、っと、長尾さん、これ、これで、 さあ新ハンターだったらあ新狩りだったらまじビビるよ,、まあ、よあの2攻めがあいいですよみ皆さん勝手に5に2攻めが高いと思ってるところ新目がないと思ってるところに入れてくださいでほ,ほとんどの可能性で新狩りはするなんてことはないんで,であの安定声してねあのオナニー声いらないからあの狩りは7番のプレイヤーは発言してください はい、大事なんで追加します。まず5番さん。もう素晴らしく伸びたね。うん。5番さんが発言してくれてよかったよ。で、6番さんね。6番さん、ハンターね。僕は4番さんがカリウドで出てきたことから、釣り回避のためにわざわざ出てきてくれた人狼かなというふうに思っています。僕が真のカリウドだからね。で、9番さんが、しっかりと潜伏してようとしていた狂人かなというふうに思いますよ。で、えっと、 僕はね、今日4番さんに入れてほしい。4番さん、ゴリッゴリに釣り押されたから出てきた人狼に見えませんかむしろ僕がこの位置、うん、な誰だっけな、誰だっけな、僕のことをね、うーんと、なんだっけ、オオカミかシンかって言ってた人いたよね、誰だっけ。あのね、オオカミでも出るよ、占いに。僕、シンカリだから。うん、あのね、僕が釣られたら2番さんが噛まれちゃう。 でも4番さんもしくは9番さんに行ったら1日だけは2を守ることができるいいかな4番さんに絶対行ってほしいもしくは9番でもいいでも投票がばらけるのはすごく嫌だから僕は4番さんに入れるどうだろうこれで飲んでくれないか正直1日しか守れないからな彼とにあんま価値はないと思っているそして6番さんがハンター5番さんがやたら伸びてきたが飲めあのな チャット禁止なあのなチャット禁止なうんもう4番入れます4番入れますあれて4番さんがオオカミだと会った時のチャット禁止なチャットを禁止している4投票を始めてください <laughs> 私じゃありません何かの間違いですお前ざけんなよだから99つろもう 4番のプレイヤーが選ばれました4シーだろこれ4シーンだろ, <laughs> 4, ンだろ4番のプレイヤーは発言してください,ださいああやっちまったねまあ俺俺が、ね、言いたかったのはさ7番と9番が仮使用した時にまあ9番さんが7番さんをハンターかもしれないっていう発言から9番さんがもしかして狂人で出てるのかなと思ったから 9番さん強人、まあ、7番さんがハンターだとしたら、まあ、この479は別に釣り位置じゃないかなっていう発言をしただけなのにまあなんか、まあ、なんやかんや理由つけて、まあ、黒がなんか出てきてまあここ黒出る場面じゃないでしょ確実にこんなとこで狩り出たらもう確実に釣られるのに出ないでしょ <laughs> なのに、まあ、7番さん結構まあ4番さん釣りでまあ5番さん5番さん7番さん 辺りが僕に結構ヘイト向けてきたとこからもまあここら辺に 1W はいるかなと思ってます以上です夜が来ました目を閉じてくださいいやー4番にせだったら人狼は人狼は人を殺してください<を>もう2い 2> 行きますよ2いっちゃいますよ2番さんいっちゃいますよであのー、噛めなかったら よが結果貼る前に僕自爆するからしぶっちししてくれ <laughs> <laughs> 最速で、最速で自爆するからしめなかったら、急しよ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 しとくから用意しよ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 し カメロカメロマサが来ました。さあ、よし、やったよ。<laughs> 3>, 3番、イー,ーはイ 発言してください。パッション陣営裏切りやがったな。七 <laughs> と九裏切りやがったな。パッション陣営。あまあ、とりあえず、仮はもう、それ、ずさよならね。七 <laughs> と九どっちか、えー、っと、一番先めて、票どっちか。で、五一の精査なんだけども。はい。 難しいな。五番さんにしてもパララララってマシンガが残って喋っとって、うん世の信用だってキパッって言えるところ全然村っぽく見えるしね。まあとりあえず精査は後で、後でっていうかまあ今五と一の発言をもう一回聞きたいんでとりあえず七と九どっちか誰かうんと六番さんでいいか別に一番さん決めなくていいか六番さんどっちに票入れるか決めてください。五番のプレイヤーは。 発言ありがとうございます。はい、えっと3番さん、なんぜ1番さんに精査を求めたんですか？っていうところは今発言気になったな。1番さんよりは6番さんに精査してもらった方が絶対。前も人狼ファランターなんだから。 なんで3番さん今1番さんに言ったのか。1番さんは白でもないし、グレーです。だで、51の精査をするって言ってる。3番さんの発言今、かなり黒かったな。っていうのは印象としてありましたが、えっと、2番さんを守らなかった79に関しては、どちらも精細を加えなければなりません。もう僕は7番さん、9番さんの順番で、もうどちらでもいい。真う9もって。正直それぐらい、あの、まあ皆さんはね、僕が1週目、1日目の1週目、喋んなかったことに激怒しているかもしれませんが、僕は、えっと、えっと、この2番さんがみ の、うん、えとシンカリウドがいるのか、4番さん、または4番さんが本当にシンカリウドだったのか分かりませんが、激怒しております。うん、なので、7番さん、9番さんの順番に僕は一人ずつ、もう、えっ、ー、と、血祭りに上げていこうと思います。ね、7番さんからいきたいと思ってます。うん、6番さん、どうですか<番>血祭りに上げる のプレイヤーは発言してください、まあ、できるだけ情報を引き出したいから情報を残しそうな方を残してもいいんだけど、うん、あ残さない方をつけてもいいんだけど、うん、もう7番さんからでもいいんじゃないもう俺も次噛まれてもう終了だわさすがに100回もやっててレンガんを逆がないってことを知らないなんて言い訳は通用してないからな,なうそうしないやいやーこれ絶望だね、うん、4番あれで真んなんだもう,もう楽になりてえわ あの、さあ俺かんでくんねえか大上、うん、さんうんほんと俺かんでくんねえか、うん、もうもうね残りたくねえわこれ135からは誰か見つけなきゃいけないんでしょ、うん、でしかも村同士のさ、うん、殴り合いになるんでしょこれ多分もう負け角だよね、うん、これ4番さんが黒すぎたせいで <laughs> だってあれでガッ、うん、勝ちするなかったと思うけどもう7からでいいんじゃないのこれもうん、うん、無理だよこれ七番 のプレイヤーは発言してくださいいやさすがに9番それはないわそれはないいやほんとねおかしいよだってこれシーン確定してる場面で見守りしないっていうのはう絶対ないと思うんだよね9えそ何え ?9 はさじゃあ6とか守ったわけほ、うんとにねそのプレイヤーはどうなのかなってうん正直もうほんとにもう9番さん釣り以外じゃないと思ってたそれ五5番さん6番さんが指摘してたけど5番さん6番さんがねうん100戦以上やっててね あの、廉下み来ないなんてありえないからで、その9番さんがそのセンスでどこ守ったか知らないけどねいやもうそれはもうだってシーン見れないよ9番さすがにさすがにねだから今日は9番さんうんあのー、5番さん6番さんの意見を参考にしてのその9番さんうん行きたいなうんどうでしょう村の皆さんさすがに今のはないでしょう うーん。だって、しん、ねえ、えそうでしょギャグの領域だよな。さすがに。さすがにその9番のその2、5えしないってそのプレイングはギャグすぎるわ。うーん。今日9以外飲めない。どうえ今日9行くよ、僕は。それ以外ないでしょとか、普通に考えて。うん。昨日は見守りだろう。というわけで今日は9に入れ,入れ,入れると思うわ。まあ9番さ、なんかあるならね。な9番さんなんかパッション好きみたいなこと言ってたけど,たけどさ、そのパッションだけ出して、 あのし,しまもなくてどうすんのって思うさすがにパッションは大事だけどプレイもちゃんとしないと、うん、パッションだけじゃ何もできないからね結局今日は9番さん投票でお願いしますうんもうみんな9に投票してはーい98番のプレイヤーは発言してください地獄だな で6番さんなんか、もう負け角みたいなこと言ったけど、僕、そんなことないと思いますよ。これ、ほぼほぼ勝ちだと思ってます。7番さん、今の発言で自分が2世っていう発言が出ましたね。なので、今日7でいいと思いますよ。7番さん、生存欲で人狼が見えてきました。あなたが強人だとすれば、彼ド仕様の意味がないんですね。2に占ってもらった方が都合がいいですね。なので、7番が人狼に見えてきました。9番は、そしたら強人になるんでしょうか。 位置的にはですがで4、真の場合ってめちゃくちゃ3が白くなるんですよね。3番さんは7、9が出てるときに、一番最初、7スイッチじゃないのスイッチじゃないのって発言が出ました。えー、これ、7、9に相方がいた場合、この発言は出にくいと思ってます。五5番さん5番さんは発言を事細かに精査しながらも、4番に言っていいって強気な発言。 5番が大方で、相方、5番が狼で、相方7級にいた場合って、4を釣り押す行動、真を釣り押す行動って、後々めちゃくちゃ響いてくるんだよね。だから5番さんっていうのも白く感じる。1番さんが一番黒く感じてて、正直、なんか、ロダスタートしていれば終わりじゃないっていう風に見えているレベル。違うよ。1>, 1番さんハンターの精査はいらないですよね。ハンターの精査はいらないですよね。7番と9番で、 対抗しててくれ釣るんだからハンターをおのぞと出てきますよね。そして、あなたは5番、4番の順で釣りをしてはいたんですよ。5、4の順かな発言の順でって話をしながら、最後四4釣り、5は2周目期待っい話が出ました。これどういうことなんでしょうかねふわふわしすぎている。僕、9、1か7、1で終わると思いますよ。以上。てめえ、9<番>天才かのプレイヤーは発言してください。さい I love you! 今まで,今では悲しいさ <laughs>、うん、聞きたくないよってことでじゃあ本当にすいませんでしたマジで謝罪する今日俺釣りは絶対飲めない7番さんから釣ってほしい、うん、俺釣りは絶対飲めない7番から釣ってほしい、うん、本当にごめん本当にごめん、うん、2に噛めないと思った うん、2、うん、かめないと思ったから6番を守ってしまった。本当に申し訳ない。俺のおなぷだ、終わった後散々攻めてくれ。うん、で、俺がしんかり。<laughs> マジでごめん。<あ>マジでごめん。なな7番は今の生存意欲のなかさから強人だと思う。俺、強じだと思っている。<は>4が狼本当にごめん。俺釣りは飲めない。絶対7番に入れてほしい。絶対に今日は7番から入れてほしい。<laughs> 相方1なんだが、えー、3、5、1か。 3,5,1な。うん。わかんない。わかんない。わかんないこの風からこそ残してほしい。本当にわからない。うん。マジでわかてない。一切わかてない。今日は7から行ってくれ確定9。た俺がシンだ。うん。確定。九確定。ごめんな。うん。7番さんもしかしたら恐竜なのかもしれないって思っている自分がいるぞ。恐竜じゃない。俺はティラノザウルス。1番。のプレイヤーは発言してください。どっちも全然真に見えない。 当たり前だろ、死んじゃねえ。9は九、まあ、7も7ギャグっぽいし、9は9でふざけてたしな。4週間に入って、て。お何のことおい。チャット。でまあ、チャットいつありになったんだ。正直これ4が死んじゃったってことでしょで。じゃあもうロラでしょ。ロラで1人狼を1強靭釣れるってことで。<laughs> チャットいつありになったのこのみんな <laughs> チャットしすぎだったんですよ。うん えーどっちにしようか ?7 にします <laughs> 勝手にチャットするなグレー精センサーした方がいいのかそうだ、な、3番さんは1番さんが決めてくれ。うん、まあ、5番さんそれに突っ込んでいた6番ハンターで、っていうか6、8の方が確実に白なんだからそっちに決めた方がいいんじゃないかなでも発言聞いてからか、でもそっち7か、7にしようか。投票を始めてください。お前、俺行きたい、俺行きたい。もう一日行きたい、ね。もう一日行きたい。か間違いですい。 もう一日いきた俺お願いどうして <laughs> お願いもう一日もう一日来たいなあ急いてくれ急いてくれ急いてくれ <7番 S 1> ふざけんなよ選ばれましたふざけ七なないわさすがにないわこれはいやだって92守れてないんだよ なんで9より俺が先かなおかしいでしょこれえ、しかも全員、自分以外全員、おかしい。これはないでしょうもう延長だよ、こんなもん。延長。だってさ、9と7のパッションってどっちが真だったのって話ね。うん。はぁ、あ、もうないわー。これはショックだわ、だって。 おかしい。こんなんのだって。うーん。でゃ、チャットやめてね。うん。チャット禁止って言った。僕が部屋主。僕がルールだ。僕のルー、言うことはもう絶対だからもう聞け。いいか。6。チャットは禁止と言って、なんで殺すのなんなら6でしょ、今日は。はは <laughs> あ,あ。どうして <laughs> もう確実に僕を生かした方が次の日情報落ちただろうだってどうせあと30秒もこいつ喋んるのが長えなあって思ってんだろ喋ります喋りますよーあ,ーあと20秒もあるよだってさすがに今のは急だわで8もね8もなんかあのー かっこいいねなんとかだなんとかだからもう占いローラーじゃなくてカリウッドローラーしてなんとかだもう終わりだと知らない俺に入れてる時点で8問2世も 2> 夜が来ましせ、はいっぱい <laughs> 精一杯やったせいっぱやったうんこれないからこれ今のは話すことないからね完全に話すことないもんだって100ニだもんだって4死んでね7級二セだからね 今のはいいよ。<laughs> あとは。あとは頑張り次第でしょ村の。いやいや、リア教じゃないよ。え、今のリア教って言ってのはさすがにやめてほしいわ。リア教じゃないでしょさすがに、今のはリア教じゃない。え、普通にネタじゃなくね。朝が。色見せないためにやったよ。昨夜死んだのは。六番。打て、八打て八。八打て。八打て六。 8番のプレイヤーは発言してください。はいい今日日が僕の命日ですすねよろししくお願いします、えー、7番さん、えーまあ偽であり何であり、狼だったとしたら、えー、一狼オの線を追いにくくなってしまった、僕にだけ触れる意味がわからない、えー、惑わさないでくれ、7が強人だとしたら、わ、えー、かんなくなってくる、僕にだけ触れるっていうのが、まあ、純粋に僕がかっこよかったからかなとは一切思っていないが。<laughs> うん、7番さん目線どこを黒く見てるのかわからないので何とも言えない9番さんは7の生存欲のなさ強人みたいな話したんですけど7の生存欲バチバチでしたねもうパッション人狼でしたね、うん、もうなんか9に行ってくれしか言わず最後今日は6だろっていうねうん強人ムーブなのか人狼ムーブなのかもはやわからなくなってきてしまったところを、えー、生存欲がないとつけた、うんまあ、9番さん100%偽ですね うん、ワンちゃん死んだったりしねえかなと思ったけどさすがにそんなことはなくなんで俺生きてないのな俺生きるでしょここは5は真っ白だと思ってます5は真っ白だと思っている13やっぱ1のが臭いけどなー1番さん昨日も7九どっちも死に見えないっていや2噛まれてんだから7九死んだわけがないだろうっていうね でその後のグレー精査っていうのも全然なかったずっと狩リウどどっちかどっちって話をしてたどっちも釣るんだからグレー精査でいいんだよあなた目線3号どっちが黒なのかっていうのをもはや単体精査になっている芯が釣れてる以上7も9も強靭ムーブをしてきているうんわからないけど今のところは1で終わるんじゃないかなと昨日からずっと考えていますうん 皆さん、同損できて楽しかったです。またライスで。9番の <laughs> 発言しししてくださいださい、はい占いは占占師師すらします占い師します占い師すららまま、えー、初日はランダムで3番さんが占われて白でした。<laughs> はいで今回なんですが、8番さん占って白でした。8番さんが白でした初日から僕はずっと2、8のローローを押していて、8番さん囲われてるんじゃないかなと自分の中で思っていたんですが、これで8番さん隠しろです。これで8番さん隠しろでした、はいえーと。僕目線も1、号しかないんですが、しっかり発言を聞いて決めようかなと思っています。 僕,のこ僕に培われ触れないのがよくわからないって言ってたのがん苦しかったかなと思います。まあ、僕目線えっと38に強、えー、人がいなければね、47がロ,ロー四七が朗々、あ、でもそうするとおかしいあ1番のプレイヤーは発言してくだた。発言してくれ外で、まあそうですね、グレー制作しなきゃいけないな。8番さんは隠し四郎。5番さんは1日目の1週目は全然発言してなかったが。 2週目からはすごい発言して出し交差とか結果的には4を新狩人だったんだろう <laughs> 落ちてしまったがまあでもみんなが4う一番頑張れ一番頑張れにはあまり見えないっなるとやっぱ3番さんが消去法ではあるがなってしまうんー3番さんどうなんだろうで2番が占い師で出た時にはやたら2番さんを叩いてはいたけど

マジで。俺が残って,ても勝てる筋が見えない。俺はどっちかわからない。わからないけど、<laughs> 昨日の発言で一番様は濁してるんだよ。うん、ヘイト変わりたくない狼かなと思った。で、やっぱこの番面だと3人スムラが集まって、わからないわからないわからないだったら結局3分の1ゲーになっちゃうんだよね。だから色つけた方がいいと思ってた。で、5番さんは俺に黒,黒っぽい。俺の黒っぽいって言ってないか。んとなんで一番に決めさせるの順番が最後だったからです。 方に票を固めたたかっだだけですそれだけです何の意味もないですすそれ何い一番さんが人外だろうが、村だろうが、別に一番さんが決めて、票を固めればいいだけかなと思ってました。で、結局5番さんは、それが若干黒要素になると、一番さんはん5が3が突っ込んでて、どうなんだろうってなっててうんと5にそこ、5の黒要素は全く拾わないんだよね。一番さんは、俺は別に俺も拾ってないからね <laughs>。で、拾ってないんだけど、一番さんが今日にな,今日になって、まあ、昨日も精査しなかったんだけど、今日になって、 えー、消去法で三、えっ、ー、と二を伝えてたから、かそれは昨日言えたんじゃないですかね。勝ってくんねえかな。これ、うん、どこでそんな頑張って探してきたのかもしれないですけど、それ昨日言えましたよね。昨日見越して、えっ、ー、と、狩野の精査もよくわかんない。勝ってるって感じで、一番最後のところだと思ってる。<laughs> こいけど、なんか一番最初ずっと終始落ち着いてんだよね。お前人狼だろ。その終始落ち着いてるってイメージ、印象はあった、最初から、初日から、っていう感じですかね。<laughs> あ、お。黒いや。何、黒か。 のプレイヤーは発言してくださいうーん。3番さんの1番さんに任せる理由っていうのがやっぱり意味がわからない。だ3番さん目線1番さんローの可能性は大いにあるわけでしょうそのローの言うことを聞くっていうのは村目線としてなんでなんだろうなっていうふうに思うんだよ、ね。つまりオオカミトコさん。9番さんに関してはもう強人ムーブだと思っている。えっと、9番さんがえっと8っ 12の順番で、言ってるんででしょでそこで、えー、占い師だったら出てこないメリットが全くない。うん、そこからして狩人、えー、を語って、そこから9番さんが、えっと、占い師を使用するっていうのはもう強人ムーブだと思っている。強人ロックでいいんじゃないかなと思う。まあ、人狼の可能性も全然あるけれども。うん、でも、ここで人狼だったら9番、いきなり占いすらとかしないと思うんだよね。 だから俺は強人だと思う。だから1かさんにローがいる。うん、その中で言ったらやっぱり3番さんの方が俺は怪しいと思うけどな。だって1番さん黒なんでしょ。いい黒の可能性ってか、いいもうこの盤面俺か1番さんで黒だから、うん、まあ1番さん黒の可能性もあるわけじゃん。そんな中で1番さんに票を沸かせる。1番さんが最後だからっていうのは俺おかしいと思うんだよね。うん。う 一番さんの黒要素はそこまで俺は追えなかったけどな。そうなんだよ全然発言的に黒いんだけどやや3黒だからね、これ。うーん。そうなんだああ、三ンクロックしちゃうな。ダメだな、れこれ。一番さんに乗せないんのかな。合ってるから。うん。まあ、どちらにしても今日は9だけどね。もう狂人ムーブだろうが。 じゃろうが人狼じゃろうがどうしてう <laughs> どうしてるうもう今日は軽井ドローラー完成なんでとりあえず9でも俺は3が黒だと今のところ発言で思ってる投票を始めてください9番のプレイヤーが選ばれました9番 のプレイヤーは、発言してください,ださい午前2時踏切り <laughs> 望遠鏡を担いでたベルトに蒸し <laughs> 夜が来ました目を閉じてください <laughs> いい、ね、なかなかできるねいい狂人いや四神釣れたのでけーなー初日頑張ってくれグレさんの状態で最終日だぞいけるだろう。いけるよ勝てる、有利だよ それ普通には初日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 は初しなくていい昨夜死んだのは8番1番からなんだよなでも 1>, 1番のプレイヤーは発言してくださいすごい疑問に思ったんですけどなんで3番さん昨日の投票三3番さん自身に入れてるんですかそれな 全然わかんんないんだけど <laughs> え、昨日9番なんじゃないのえー、っと8が1に入れるのはまだわかるんだけどなんで3番さんが <laughs> よくわかんないことしてる。いいぞえ。そうだなー。いいぞ。うん。まあ5番さんも指摘してるけどやっぱ怪しいよね。3番さんは私を人狼目で結構見てまして、ね、人狼に票を決めさせるんですか、ね、それだったらハンターの6番とかっていうか隠しろの8番さんに判断委ねた方がいいんじゃないですか、うん 七柳結果的にあんなだったけど,ど,、ね、どもしかしたらどっちか本当に真の裏えーなんつうと狩人かもしれなかったじゃないですかやっぱそこら辺見たらやっぱ3番さん5番さんはないと思うんだけどなよし頑張れ 3>, 3番のプレイヤーは発言してください嘘でしょ本当にわかんない本当にわかんない自分はマジで村。これはマジで村。ラ <laughs> ファッションで訴えかけてるけどマジで村。<laughs> ええ、マジか。これ俺釣られるよな。これ俺釣ったら負けるよ。うん、絶対にって無完全に1 0 0負ける。で、いいね、えっと、ちょっとあの、2人、どっちかマジだから、五番さんだから番、一番さん今,今言ったけど、俺はその五番さんと一番さんの話を流れるくまでは、別に五が、 業務の精査にバーってしてっただから若干漏れ要素は拾えてるよねっていう感じでだけど5、1まだ分かんないと言って1番さん決めればいいんじゃないってい票を集めたいからね、うん、それ5番さんにも言える表、うんうん、を集めたかっただけそれがまだ分からなくて黒いんだよなって言って、うん、やっぱ発言的にも最終的にさんまさんの方が黒いって言ったよね5番さんえと1番さんの色つけないプラスそこのなんか狩人のふわふわの精査の仕方がまだ俺の方が黒いんですかっていう 五番さんは一番さんの投票権を獲得しようという動きにも見えるし、一番さんがもう俺なんだよ、三 <laughs> 番なんだよな、みたいな。なんでな、俺マジで分かんない、マジで分かんない。パッション出してるね。<え>パッション出してるよ。マジで分からん、うん、パッション感じる。え五番さんで、五番さん二周目から聞いて、ばーっと喋って、うわ村っぽいなと思ったんだよ。うんうん、普通にね、五番さんは。うん うーんいやーむずい1でいいと思うけどな分からんけどな5はムラよあーむずい5は別に最初の初週の段階でめちゃくちゃに初週じゃない 2>, 2週目の段階でめっちゃむらだと思ってたから1番さん5にヘイト向けねえなマジでどっちがどっちの投票権を獲得しに行動しとんのかがまた、ね、5番 1, ららららららら 1> 5番5番5番5い5番5番 ののプレイヤーは発言ししててください番なんんで自分投票してんの俺これだけがほんと気になる <laughs> いい<ぞ>それ以外は3番もう黒ロックしてるただ俺だって昨日3番めっちゃ黒いって言ってたよねでそこで俺3番さんに入れたら3番自分に入れてこれ最悪3番連れてるんだよね 人狼でそんなことするいやでもさ、自分投票ってムーブいや、違うよ。だって497で確実に強人と人狼が出てるわけ。そんな中で3番さんが自分投票なんかするかねっていうところ。いやいや自分投票分全然意味がわからないよねマジでっていうところ追加します。で、プラスして、もしこれ3番さんが人狼じゃなかったとしても、どちらにしろ SGH になるよね。はい、だそんなことをする それも叩かれやすくなるよね。3番、3番投票。お前もう自分でゲーム負けてんじゃん、みたいなこと言われるような投票しかしてないよね。でもほら。そで今の発言のパッションでしょこれ3番人狼じゃねえのたま人狼だよ。え、これ1なの ?3 だよ。マジ ?1 の黒要素全然拾えなかったけど、3番のね、この自分投票とね、最後の発言。 ちょっとこれ人狼だったらするかいなっていうところはあっちゃうなぁ。これ1なのかな3ってくれ。8神は安定だよね。だってグレス3人残すわけだもんね。で、9強人。4神でしょ、これ。7人狼でしょ。うわぁ。あ、でも9人狼もあんのか。いや、でも7と9のライン見とけよかった。どこかなっていうのはわかんない。ちょっと3の印象変わったわ。ごめん、これ。間違えたら村ごめんね。 投票をやばいやばい、やばすぎる。頼む。一番、一番村人なんだよ。ダメだ。三段ダサいがおかしいだ。三だ一番のプレイヤーが選ばれました。<laughs> マジかー。ゲーム終了。村人の勝ちです。あーマジかー。面白かった。 5かと思ったマジかーいけたと思ったなー勝ったと思ったなー <laughs> 勝ったと思ったなー1ナイス 9, 9も9もよかったな俺 <laughs> あああ <laughs> うーんはいというわけでね今回これで終わりたいと思いますありがとうございましたジジイじじおうちった最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネルの登録グッドボタンコメント等よろしくお願いいたします関連動画もよかったらチェックしていってくださいではまた